YouTube をご覧の皆様、こんにちは。カラフィット開発者の須藤進です。こんにちは、カラフィッツの元気リッキーです。よろしくお願いします。はい、今日ですね、12月25日クリスマス、小学館から発売の雑誌ダイブ、ご覧になっていただけましたでしょうか。はい、こちらのページですね。はい、カラオケマーカスエクササイズで体重はもう心配ないからねと書いてありますけども、はい、こちらがですね、摂取カロリーの多いですね、新年会忘年会、この季節カラオケルームで、できるエクササイズとして、マーカスエクササイズとしてカラフィットエクササイズを紹介していただいております。はい、通常のカラフィットエクササイズをなんとマラカス持ってやっていく感じですね。そうなんです。はい、はい、まあですね、こちらすごくたくさんですね、詳しく説明をしていただいております。ですけれども、これをですね、今日はカラオケの鉄人銀座店で、はい、実際のカラオケルームでカラフィッツのリッキーに説明をしてもらいたいと思います。それでは早速いきましょう。はい、それでは1曲目、愛は勝つで無酸素運動をやっていきたいと思います。最初はお腹周りですね、腹直筋、腹斜筋を鍛えていきたいと思います。まず腹筋っていうのはね、よく皆さん知っている通り、プランチ、こう寝ながらやるやつありますね。立ったままカラオケボックスでやるにはどうすればいいか、こちらの方をご説明していきたいと思います。はい、それではですね、まずこの押された時、ここで耐える筋肉、押した時に耐える筋肉、これが腹直筋肉で、この腹直筋を使います。これを効果的にグラッと呼吸と合わせながら体幹に効かせていきたいと思います。じゃあお願いします。はい、それでは愛は勝つに合わせて行っていくエクササイズ、スタンディングクランチ、ご紹介したいと思います。まず肩幅 1.5 倍ぐらい足を開きましょう。はい、足を開きます。そうしましたら腰を落として少し膝曲げていきましょう。はい、マラカスを持つ、こちらですね。はい、このまま腰を前に押し出していきます。押すだけなんですが、この時に膝をカクンと曲げます。そのままゆっくり戻します。はい、カクン戻す、カクンね、効いてますね、これ。はい、フッシュッ、はい、締める、締める、コルセットで締める感じ。息を腰を曲げた時にシュッ、はい、シュッ、はい、シュッ、お尻も締めますよ。はい、シュッシュッシュッ。はい、こちらがスタンディングクラッチ、やってみましょう。心配ないからね、君の思いやる。はい、以上がスタンディングクラッチになります。はい、続いてご紹介する動き、またお腹にツイスターになると思います。せーの、4回ですね。はい、オッケー。さあ、最後は歌に合わせてやっていきましょう。はい、じゃあお願いします。いきます、せーの、どんなにどんなんで、はい、生きてそうでも、こんな感じでツイスターやっていきましょう。あ、面白いぞ。